人生に解放の瞬間を、コメスクニコのミュージカルインザライフ。夢は自分で作り出せ、誰もそんなこと教えてくれないけど、1週間ぶりです。コメスクニコです。お元気ですか？本日12月6日日曜日のミュージカルインザライフ、もう12月に入ってしまいましたねもう今年終わるのに秒読みみたいな感じなんですけれども、12月の頭といえば、12月1日は世界エイズ、なんで今かむ12月1日は世界エイズデーという日、まあ、エイズの人たちのことを思おうっていう日であると同時に、まあ、日本だけかもしれないんですけど映画の日っていう風に設定されてましてですね、まあ、私が、まあ、見てるかどうかは分かんないんですけれども、ちょうど次の収録日、まあ、今日収録してるのは11月17日なんですけれども、次の収録12月1日なので、まあ、その時に話そうと思います。それではコメスクニコのミュージカルインザライフ、本日も約30分間どうぞお付き合いください。コメスクニコのミュージカルインザライフ、この番組はミュージカルという芝居、歌、ダンスが融合した総合舞台芸術について、沖縄で役者として活動するパーソナリティコメスクニコが紹介、発信していく番組です。改めましてこんばんは、コメスクニコです。宵の訪れを惜しむ日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで本日12月6日日曜日のミュージカルインザライフ、やっぱちょっとマスクしてたら若干声こも、若干どころじゃなく声がこもりますねあー、もう、まあ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 、コロナということで、まあ、今第3波来てるんですかね。私は来てると思ってるんですけれども、もうなんか冬に、一番最初が冬だったじゃないですか、まあ、秋というか冬というか、日本はもう1月2月くらいから、で中国、最初が中国なのかな、わかんないんですけど、10月くらいにバーッ広発症し、そこから今日約1年経った12月6日、今日この頃までずっとコロナが続いてるんですけれども、まあその間ね、やっぱりこういう密集する人と集まるのがダメになって、まあ、ラボをちょっと一定期間休校とかリモートでやらざるを得なくなったりとか、こういうなんていうんですか、もう演劇人とかこういう俳優の役者の仕事をしている人たちにはとても手痛い打撃というか起こって、もう公演ができなくなったりとか、いやもうそれからもう飲食店とかも行けなくなって、もう旅行もできなくなってみたいな、いろんなことが起こっちゃったんですけれども、まあ、そんな中で1年なんとかなんとか生きていて、まあ、今日を迎えられているわけですけれども、私もね、仕事場でもう仕事が小学校の、まあ、臨時仕事なんていうの、あ、特別支援教育補習者っていう仕事をやっているので、もう学校が4月から5月
中旬くらいまで休みになってしまったりとかっていうのも一応いろいろあったりしたんですけれども、まあなんとかマスクとか手洗いうがいをいつも以上にやらないといけないっていうのとか、まあ人と、まあ、近づけないの地味に辛いんですけどね。もうなんだろう、 2メートルは離れてみたいな、そういうのあるじゃないですか。そういうのが守らないといけないのが地味に辛いなとは思うんですけど、そういうのが、まあ、あったりしつつ、ちょっとずつちょっとずつ日常が戻っているのかなと思うんですけれども、やっぱりマスクはですね、夏暑くて死にそうだった。冬はね、まあ、暑さは免れるんですけれども、でもやっぱりこもるこもる5割増し10割増しくらいでこもりますよね。だからしかもちょっと表情が見えなくなったりするので、あ、私仕事職業柄できるだけ表情でなんていうの、ノーマライゼーションじゃなくてノンバーバルノンバーバルコミュニケーションで伝えようと思って、ちょっと顔に大きくリアクションしたりするようにしているんですけれども、だってね、先生が無表情だったらちょっと怖いじゃないですか。なので できるだけ出すようにしてるんですけれども、でもやっぱり口元が見えないとちょっとね、若干時々不安になったりしますよね。どんなこと考えてるんだろうみたいな、そういうのもあるので、じゃあマスクね、あ、外すのが可能だったら外したいなみたいなちょっと思ったりしてるんですけれども、はい、そんな前置きはさておき、今日はですねフリートークの日ということで、何を話そうかメモを見たら鬼って書いてる。多分これ鬼滅の刃のことなのかな。先日もう1回分のこの放送を使ってしまうくらいめっちゃ語ったような気がするんですけども、はい、鬼滅の刃の映画を見に行きまして、そこで、まあ、単純に言うと感動しまして、まあめちゃくちゃびっくりしたこともあり、場内だっていうのもあるんですけど、まあでもやっぱりなんだろう、あの作品漫画で見たら、あのですね、この職場の人に説明したのが道徳の本みたいな感じで言っちゃったんですよ。でもなんか本当に理念みたいな理想みたいなのがあって、それを描いているなっていう印象がちょっと強かったんですけれども、動画というかアニメーションになったらもう音楽がなんだろう、もうこの物語の世界観を表現し、でこのアニメーションがすごい、もう人、この登場人物の心の心情とかもういろんなものを表現し、すごいなって思ったんですけどあ、やっぱ漫画とアニメ違うなって思ったんですけれども、なんだろう、あ、そうこれ見た時になんかいろんな声優さんが出てるなと思って、でも宮野さん出てないなみたいなまあね、しょっちゅう話してる声優の宮野さんが、まあ鬼滅には出てないなと思って、この人が、まあ、もし、まあ、あるかどうかは分かんないんですけど、まあ、もし出演したりするとするならどんなキャラクターを見たいかなってちょっと思ったことがありまして、で、うん、柱は無理だよなみたいな、で親方様ももう出てるからなみたいな、いろいろ考えて、主要人物をバッサリ排除した時に、で、まあ、もうすごい強敵として立ちはだかる上弦三の鬼はかぐら違う赤座赤座はもう白明さんが声優でやっていたので、そうもう、まあもう多分大体の人を見てると思うのでバラしちゃうんですけど、赤座の役を私がこの役者を目指すきっかけになった石田明さんがやっていまして、もうその瞬間もう涙腺が崩壊したっていう出来事があったんですけれども、それもあって、まあ、赤座もないなと思ったら、なんだろう、2の鬼かな1の鬼かなとかいろいろ考えたりしたんですけれども、
なんか如理市っていうあのこの鬼殺隊鬼を倒す人たちの一番、が使っている呼吸なんちゃらの呼吸みたいないっぱいあるんですけどその呼吸の元を作った創始者みたいな人がいるんですけれどもその人の声を聞いてやってみてほしいなってすごい思って、なんでかって言ったらあのすごい難しいなと思ったんですよあのゆりちっていうキャラクターなんでかっていうと顔がじゃない表情が極端にあの動かないじゃないですけど本当にあの抑揚っていうのかなこの表、この心情表現とか表情に出るとかが全然ない人でもう本当に言っちゃえば泣いでるみたいなもう凪ですかみたいな感じの人なんですけれどもでもその人は実はすんごい壮絶な過去を持っていてでも回想として回想シーンの中で出てくるキャラクターなんですけれどもそのシーンの中で生きている頼市というキャラクターがですねすげええげつないというかすごい波乱万丈な人生を歩んできてでも表情に出ない極端に出ない人になってしまったのかもともとそうだったのかちょっと分かんないんですけどそういうキャラなんですよでもそういうキャラなんですけれど笑うこともあれば怒ることもあってで泣くこともあるみたいなそんなキャラクターなんですよでも基本が本当に多分ねとっても悲しんでいるけれどそれが声とか顔に出ない人がこのキャラクターでそれを考えた時にどうすんのこの人みたいなやる方として見てみた時にむずって思っちゃったんですよだからもうなんだろう感情怒ってたら怒る演技っていうのは結構あの役者であればやることがよくあると思うんですけど本当に悲しんでいたら泣くとか楽しかったら笑うとか爆笑するみたいなものがあると思うんですけど本当に、ね、このキャラ頼市っていうキャラクターの場合すごいささやかで本当に何だろうこの人生のほんの一瞬に見える喜びとか悲しみの顔に出た表情っていうのがあるんですけどそれ以外は本当に泣いでるみたいな多分心はすごい動いていると思うんですけれどもそれを全然出ない人でむっつーって思ったんですよだから これ今やれと言われても無理だわって思ったんですけどそういう難しいキャラクターだからこそなんかこの人だったらどうやるんだろうっていうのを見てみたいっていうのがあってだからもう全然想像つかないんですけどなんか他のキャラだったらなんとなくこんな感じなのかなって思ったりしてうんって思ったんですけどその頼市っていうキャラクターに関しては全然予想がつかなくてだからそれを見てみたいっていうのがあるなっていうはい若干ねちょっとアニメにめちゃくちゃ寄ってしまった話をしてしまったところで前半は終わると思います。はい、Your radio station, Okinawa.
それでは後半に行きたいと思います。やべ、あと5分しかないはい、なんか前半でね、めちゃくちゃなんか鬼滅について喋るみたいなまあ今日フリートークだからいっかと思うんですけどそんな謎の熱い話をしてしまった後で、でもね、話した後でなんですけどあれ、キャスティングするのは制作陣の方々なので、まあ、私が見たいという願望をここで話したとして、まあ本当にそうなるかなって分かんないですけどねならない可能性の方が高いんですけどねまあちょっともう妄想をね、前半は語り尽くしてみました、はい、で後半はあそこ5分ってかもう4分だけどそう私ですね、そうさっきの話と微妙につながるんですけど、最近iTunes、 この iPhone、 私の携帯 iPhone なんですけれども、 iPhone の iTunes、 この Apple が制作経営しているソフアプリのアイコンが変わってしまって、なんかもう真っ赤な中に白いくり抜きの音符みたいな感じのものになっちゃったんですよ。なっちゃったんですよ。ぶっちゃけね、私前のアイコンの方が好きだったんですよ。なんか本当に白地に紫を基調とした八分符だったかな、だったと思う。八分符があって、でも探しやすいし、なんかもう優しい感じがするしっていうのもあって、前の方が好きだったんですよ。好きだったんですけど、これどうなんでしょう。なんか iPhone の OS をアップデートした時になんかもう一気に変わっちゃって、これ戻せんのかなみたいなちょっと思ってます。今ももう戻せるならちょっと戻したいなみたいな私結構インスタのこのアイコンみたいな結構カラフルなやつが好きだったりするんですね、何気に。なので最近メッセンジャーのアイコンはちょっと未だに見慣れなさすぎて若干違和感なんですけれども、なんか結構レインボーだったり、こういうマーブルっていうのかな、なんかどんどん色が変わっていくみたいなのの色使いが好きだったりするので、すごい iTunes の変化はショックでした、丸っていうね。でもちょっと逆に Facebook とか Twitter とか LINE がレインボーになったらちょっと泣くかもしれないんですけど、変わりすぎてショックすぎてもうね、だから探しやすいんですよ、探しやすいんですけど、なんかやだみたいな感じに今思っておりますとかっていうね、最近あった出来事。それでなんかそれを探したとき、設定し直したときに、なんか私曲のジャンルがバラードが結構好きで、だから、まあ、ぶっちゃけグレインゲーよりホムラが好きみたいな、そういうとこあるんですけど、だからバラードが好きなんですけれども、この好きなジャンルの音楽のジャンルを選んでくださいっていう質問がありまして、バラードないぞみたいななんかロックとかヒップホップみたいな K-POP とかね、いろいろあったり、アニメとかいろいろあったりはしたんですけれども、もうレゲエみたいなもう十何個かあったんですけど、バラードないぞみたいなちょっと思っちゃって、なんでしょうね、バラードってあれ曲のジャンルじゃないのみたいな、なんか、国語辞典とかで調べてみたら、なんか2つくらい意味があって、1個忘れちゃったんですけど、だから何分音符で何たらかんたらの構成をしている曲みたいなのが1個あって、あと1個がなんかすごい叙情的な感情的な音律じゃあこの音の音階だったり言葉だったりするものをバラードっていうらしいんですけど、あれジャンルじゃないんだみたいなまあでもまあまあでも確かにそうですね、ロックでもロックバラードっていうのあるし、
まあ、ヒップホップだとかでも K-POP もあると思うんですけど、なんかね大きすぎてジャンルになってないみたいな。だからの本当にこのジャンルの中にある属性みたいなもんなのかな、なのかなって思いました、はい、だからねなんか結構ねこのミュージカルインザライフとかで紹介する曲とかもあのめっちゃめっちゃポップな明るい感じの楽しい曲オアもう本当にバラードみたいな静かじゃないな、本当にあの悲しかったり本当にこんなことがあなたのおかげでできたみたいなその系のものとかが多かったりするんですけれども、はい、そういう理由ですなんですよ、はい、っていうのと、なんだろう、なんだろう、この口調が雑、あ、口調が雑、そうそうだそうだ、あ、やばい、ちょっと時間が差し迫っています。でも、あ、分かった、あのエンディングで言いますので、後半は一旦終わろうと思います。コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はそろそろお別れの時間になってしまいました、今日はフリートークの日ということで何を話してんのってくらいなんかね、もうめっちゃあっちゃこっちゃ飛びながら話していましたけれども、はい、あの口調が雑っていう後半の最後の振りみたいな言葉ね私最近あのちょっと身内に報じがあり、ま、不報がありまして不幸がありましてあの自宅でもうあの親戚一同が集まる中でいろいろなんかね家のことを切り盛りするというまあ食器洗ったりご飯盛り付けたりだったりするんですけど、そういうのをやる機会があったんですけれども、割とねあの親戚の方々のがいるにもかかわらず割と口調がねやばかったんですよ。なんかもうどっかに足をぶつけていてって言ったり、もうなんだろう、間違えて鍋一瞬触っちゃってあっちって言ったりとか、もうね普段のあの対外的には絶対見せないであろう顔をちょいちょい、まあ、家の中だから出しちゃってるねっていうのがあったんですけれども、まあ、改めて自分そんなに小切れあおしとやかな人間じゃねえわみたいな思っちゃいましたじゃねえわっていうのもね今出ちゃったのもそうなんですけど、割とあの私超雑なんですよ雑っていうか乱暴って言っていいのかな、なんかもう何て言うんだろう、なんとかかんとかじゃない、なんだろう、なんとかじゃないのってでするじゃないですか、なんとかだよみたいなまあ職場ではちゃんと言いますよ、言うんですけど、もう家にいるときはねやばい、なんとかだろうみたいな、違うわけ違う場みたいな、そんな感じで、もうなんなら方言もちょいちょい入っちゃうみたいな感じで、やっぱ家で喋ってたらなんだろう、隠れて隠してた人間性めっちゃ見えるなみたいな思った、はい、出来事でした。ちなみに結構ね、あ、やばい、時間ちょっとっていうことが、はい、ありましたっていう話です。はい、それではそのこんな感じで今週は終わると思います。この番組はラジオ FM 那覇 78.0MHz、 リスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。
ご質問やご意見ご感想などがありましたら780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。ではでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこの時間でおいとまいたします。お相手は私、コメスクニコでした。 Thank you for listening. Good night and sweet dreams.